どうだ、記憶の幻影との出会いを楽しめたか。みんなに会えたのは嬉しいさ。で、そっちは俺をどうしたいんだ。これから試す。よう。何の用だ。独り占めはないだろ。興味があるならお前が試せ。気が利くね。というわけだ、キーブレードの勇者。俺は？そう、アクセルだ。記憶したか？ああ。いいね、覚えが早くって。さて、ソラ、せっかく記憶したんだから。そう簡単にやられるなよ。それってカード？トラバースターンを生み出したカードと同じ種類のものらしいね。こいつを使って進めってことか。正解だ。あ、知らず。名乗った直後にやられちまうほど俺は間抜けじゃないってことさ。試したってことか。そいつも正解。合格だよ、ソラ。お前には力がある。この忘却の城を歩む力がな。心に焼き付いた思い出と忘れかけた大切な記憶に導かれて、大切な存在と巡り合う。王様やリクに会えるの？自分にとって一番大切な相手は誰なのか、もう一度よく考えてみるんだな。
本当に大切な思いほど心の奥にしまい込まれて思い出せなくなる。そういう思い出がお前にもあるはずだ、ソラ。俺にも？お前は闇の中の光を見失い、見失ったことさえ忘れてる。闇の中の光？教えてやってもいいんだぜ。ソラ、どうするの？そういうのは自分で確かめる。邪魔するなら。いや、邪魔はさせないぞ。いい答えだ。それでこそキーブレードの勇者ってなもんだ。でも警告はしておく。眠っていた記憶が目覚めるとき、お前はお前じゃなくなるかも。なんだよ、ジミニー。アクセルが妙なことを言っていたじゃないか。お前がお前じゃなくなるとはどういう意味だろう。俺が俺じゃなくなる？そんなことあると思うか？いやいや、まさか。でも用心した方がいい。うん、このお城では何が起きても不思議じゃないって気がするよ。この暴挙、暴却級、暴却の城。そうそう、暴却の城。大丈夫だって。どんな仕掛けがあったって俺たちならなんとかなるよ。そういえば前にもこんな風に仕掛けだらけの不気味なお城を探検したよね。そうだっけ。あー、覚えてないよ。なんてお城？確か、その、ほら、ほら、ごめん、思い出せないよ。あ、そうあらいよ。グーフィーの勘違いじゃないか？そうなのかな？